はい、皆さんこんにちは。今日は、前回の続きでセキュアエアトラベルの第4回をやっていきたいと思います。そんな難しい内容ではないので、皆さんも聞きながら興味してください。それでは第1文がいきます。 He sounds like a sensible guy. What kind of things does he do?この文章でセンチブルというのを抜きました。これは昔の文法の勉強、単語の勉強で習った方もいると思うんですけど、センチブル、これはセンスのある、つまり賢明なという形容詞ですね。形容詞なんですけれども、同じくこのセンスから発展した形容詞でセンシティブ、こっちもよく使いますね。同じ形容詞、これ敏感な、微妙なという文章、センシティブな一種、人種とか性別とかそういった敏感な問題のことをセンシティブイッシュという。センシブルはセンスが発展した、センスが良いが発展したので賢明なという意味です。What kind of swing does he do? どのようなことを実行してますかと。そういう旅に気をつけている人はということですね。 He make a point of、以前やった make a point of で何々することにしている、何々をルールとしている。He make a point of staying at a smaller hotel、 より小さいホテル、スモーラーホテルで泊まることにしていると。 Especially during international business trips、 特に、外国へのビジネストリップの間はと。 The way he sees the way 何々 see it、 何々が見るような、何々の考えでは、何々が思うようなというのでちょっと抜き出してみました。これもよく会話で使いますね。The way he sees、 彼が思う、彼の見方によっては、 The staff at a smaller hotel have a smaller group of guests、 ちっちゃいホテルの、従業員の方が have a smaller group of guests、 宿泊客がより少ない宿泊客を見ているので、 to keep track of、 smaller guests to keep track of ですね。 keep track of で何々の動きを把握している、トラック、追っていくという動詞なんですが、キープトラック、何々を追っていく、何々の動きを把握していると。つまり小さいホテルの従業員の方がより小さいグループの動きを把握しているので、 can offer better security and service、 それなので and can offer、提供できると、オファーできる、より良いセキュリティとサービス、安全対策とサービスを提供できる。 I admit、 admit、 知っていると思うんですけど抜き出してみました。何々を認めす、何々の言う通りですね。 I admit there's a certain logic that、 そこにある certain なロジックがあるのは事実ですねと。 But no matter what size the hotel is, I always check fire escape route first、 No matter で始まる文章ですね。たとえ何々でもみたいな訳を習っていると思うんですけど、そのイメージでいいと思います。 No matter what size the hotel, what size the hotel isどんな大きさであろうと、ホテルの大きさがどうであろうと、 I always check fire escape rate、 避難道路ですね、避難経路をファイアーエスケープレートをまず最初にファーストチェックしますと。 No matter SV でしたね、 No matter SV、 たとえ S が V であろうと、 No matter what size of the hotel、 これは会話でも文法でもよく出てくるやつです。I never open the door to strangers、 私は決して知らない人にはストレンジャーズにはドアを開けません。 And I make sure that deadbolt、 deadbolt は安全錠というんですね。 On the door works properly、 ドアの安全錠がきちんと works properly、 適切に動いているかどうかをチェックしますと。確かにますと。 That's just plain common sense、 それはもうごく当たり前な常識ですね。 common sense も出してみました。それはもうまさにプレインというのは明白なという形容詞です。明白な常識ですねと。But I was taken aback when I read the section in the memo regarding tips for employees headed to high risk countries。 headed っていうのはこう動詞なんですけど、そっちの方に向かっていく、よく口語でよく使いますね。 I'm going というのは、 I'm headed to というのは、結構口語で使いますね。何々に向かっていますか。ハイリスクカントリーに、向かって行く従業員のための、メモを読んだときに I was taken back、 びっくりしました。後ろに引き下がってしまうというですね。 Taken back、 I was taken back。 I it recommends that they carry a rubber smoke mask、 ここもガーッと読んでいいところですね。
それは推薦してました、リコメンドしてました。To carry a rubber smoke mask、まあ、ゴム製の防炎マスク、a first aid kit、救急キット、フラッシュライト、懐中電灯ですね、フラッシュライト、when traveling、旅行するときには持っていってくださいと推薦してました。It also says、またそれは言っていましたと。You should make sure 何々を確認すること、make sure すること、a colleague or a family member has easy access to your fingerprints, blood type, photo and photo in case you are kidnapped. Kidnapped っていうのは、まあ、誘拐されたとき、you are kidnapped で、あなたが誘拐した、in case you are kidnapped で、あなたが誘拐したときに、同僚か家族のメンバーが、簡単に、has easy access to your fingerprints, fingerprints、指紋やブロッドタイプや写真に、簡単にアクセスできることを確認してください。マイポットです。マイポットの、まあ、おとなしい方ですね。なんてことでしょう。I'm really beginning to get the willies about getting on the plane tomorrow. Get the willies about で、何々が怖くなると。I'm really beginning to 何々するようになりました。To get the willies about getting on the plane tomorrow.その飛行機に明日乗るのが怖くなってきました。Well, thanks very much for the handy tips, ladies. まず説明してくれた女の方2人に Thanks very much for handy tips, 役に立つ。Handy っていうのは、まあ、使える、役に立つという意味です。Handy tips をありがとうとで締めていきます。今日の文章を読んで、今日の自分を読んで、単語を読んで、全部読んでいきたいと思います。今日の一文はチャールズ・ステインメットさん、アメリカのステインメットさんですね。ちょっとわからないんですけど、エレクトリカルエンジニア、電気技師と言ってですね。ノーマン・リアリー・ビカムザ・フール・アンティル・ヒースト・アスキング・クエスチョン。疑問を呈さなくなるまでには人は本当には愚か者にはならない。まあ、ちょっと古くて難しい文章なんですけど、結局疑問を抱いている間は、人間は賢いことを言われると逆説的に言っていますね。アメリカっていうのは質問文化、アメリカに限らず質問をする人っていうのは、それなりに評価されます。なので常に質問をしなさいと、それで考えているということで理解されることを言っているのかなと思います。今日の単語はセンジブルとセンシティブ、これよく使いますね。トフルやトイックやいろいろ出てきます。センスが発展したセンジブル、賢明なという意味と、センシティブ、微妙な、敏感なという意味と、どちらも使いますし、センシティブの前にしょっちゅう出てきますけれども、まあ、どちらもよく出てくる単語です。The way 何々 see、 人が何々を見るや思うや何々の考え方に、アドミッターを認めるというのもごく有名な動詞です。コモンセンスも常識ですね。Get the willies about、何々が怖くなる。Keep track of 何々の浮気を把握している。Keep track of はちょっと使いよく出てくる感じですね。何々追っていく、何々の動きを把握しているという感じです。それではちょっと全部何と読んでいます。He sounds like a sensible guy. What kinds of things does he do? He makes a point of staying at smaller hotels.Especially during international business trips. The way he sees, the staff at a smaller hotel have a smaller group of guests to keep track of and can offer better security and service. I admit there's a certain logic to that, but no matter what size the hotel is, I always check fire escape route first. I never open the door to strangers, and I make sure the deadbolt on the door works properly. That's just plain common sense.But I was taken back when I read the section in the memo regarding tips for employees headed to high-risk countries. It recommends that they carry a rubber smoke mask, a first aid kit, and flashlight when traveling. It also says you should make sure a colleague or family member has easy access to your fingerprints, blood type, and photo in case you are kidnapped.My goodness, I'm really beginning to get the willies about getting on the plane tomorrow. Well, thanks very much for the handy tips, ladies. 以上です。どうもありがとうございました。